ヘラクレス聖ヘルスはオランダの黄金時代の画家、版画家である。独創的な風景画を描き、版画家として新しい手法を創造したことで知られる。ハールレムで生まれた。父親はフランドル出身の布商人で、聖ヘルスがまた幼い1596年に家族はアムステルダムに移った。アムステルダムで風景画家のギリスファンコー・ニンクスローの弟子になったが、 ファンコーニンクスローは1607年に亡くなってしまった。多くの死の作品を父親と競売で買い取ることになった。1612年に父親が亡くなり、ハールレムに戻り、ハールレムのセールカ組合に加入した。この時、風俗画家のエサイアスファンで、フェルデア・ウィレム・バイテウェフヘもセールカ組合に加入した。1614年にアムステルダムに移り、翌年、 16歳年上の女性と結婚し、1619年か1920年にアムステルダムのリンデンフラハトに大きな屋敷を買った。1631年までに借金で屋敷を売ることになり、1633年にユトレヒトに移り、スタジオを開いた。経済的状況は改善せず、デンハーグに移り、1638年までにそこで亡くなったと推定されている。 いくつかの言い伝えでは酒によって階段から落ちて死んだと伝えている。幻想的な風景画を描き、版画の分野では着色された紙や布の上に色ずりにする方法や、手着色、またエッチング、ドライポイント、アクアチントなど様々な版画の技法を試みた。ありがとうございます。